皆さんこんにちはマリアリです今日の動画はですねやっと今日届いたんすよじゃんなんだいこの小さな箱はと思ったでしょう私も思った届いた時 <laughs> なぜかですよこれ頼んでから1ヶ月くらい経ってすごい経ってから届いたのでなんだろうって思ってちょっとこれ開けたんですけどね あーこれかと思ってやっと届いたーと思ったものなんですがじゃんちっちゃいこれ5本全部頼みましたこれ何かと言いますとですねあのエチュードハウスの眉ティントになりますであの眉ティントは前から出てて韓国でしか今発売してなくて で、韓国からなので1ヶ月ぐらいかかっちゃったんですけど一応全種類取り寄せたと思うんだよねこれ <laughs> どれだろう新色で私の眉毛ってピンクだからあの、いつも眉マスカラとかしてたんですけどあとはブリーチしてあの、カラーバターで染めてとかやってたんですけど結構ねめんどくさいで今日はねあの、もうこの眉ティントするために今日ブリーチとかしてなくて何もやってないので。 やっと届いたからねこなのでまあこれ剃っててもいいんですけどあのティントなので、まあ、要は眉積みみたいな感じだから1週間ぐらい取れない色になるので今回はこの髪の色に合わせて1個試していけたらなと思いますなので今回はやっぱりこの新色のピンクかなはい試していこうかなと思います。 すごいやっと届いたこれ本当に欲しくてで金髪だった時はねこれはね一回使ったことあるんですよ友達の借りて一回やったことあって韓国までね行かないと買えないからさでもサイトであったのではい買ってみましたということで これ今回使いたいいたと思います今こんな感じでちょっとブリーチが前のブリーチが抜けてない状態なのかな全部韓国語だからね何て書いてあるかが分かんないんですけどちょびんあ結構太いん結構太かったいやこんな大きかったっけレッドブラウンって書いてあるレッドブラウンを塗っていきたいと思います今の色が ちょっといっ暗いのでピンクっていうピンクでもないんだよねもうブラウン系になってきちゃってるから色が落ちてきちゃってるんであれなんですけどこれ塗ってみたいと思いますこんな感じになってます結構ベトっとつく新色はちなみにこの2色新色がアッシュブラウンとレッドブラウンこの2色が新色あらかじめここの眉毛の汚れを落としておいてくださいいたやりたいと思いますおい これさずっと1週間ついてるわけでしょちょっとさ失敗できないよねただこれをこっちも対象としてちゃんとできるかっちゅう話ですよね対象対象になってるなってないよねむしろ口角下がったら大丈夫かな口角輪郭えー、なんかちょっと左失敗してない井本さんみたいになってるこんな感じであと5分くらい多分これ待つと思うんですけどペリペリペリッと。 固固ままっっっててきたたたららら乾かして固まったらペロンとめくったら完成すごいね匂いはいい匂いするブリーチとかそういうなんか匂いというよりかは本当にティントの甘い匂いティントってなんかさ甘い匂いするじゃない韓国のティントって結構そういう匂いこれがえっと新しい色ねアッシュブラウンこれとこれが新色ですねこれが 新色はい2つ新色ねでえっ、ー、とこのもともとある色がえっ、ー、とオレンジブラウンピンクアッシュブラウンあんあ2つ買ってんだ私ピンクアッシュブラウンを2つ買ったんだなんでわかんない1か月前の私1か月前の私に聞かないとわかんないあじゃあもう1個あれなんだ色が多分ね あるんですよ、色もう一個あってえっと全部で多分五5色だったかなたぶんもう一個が濃くて使わないと思ったのかもしれないあすごいすごいこれすごいねあ全然取れないほらこすってもほらあすごいではこっちも外したいと思いますペロリンあすごいわちょっと待っておうおお あ、めっちゃすごいなこれはいーはいーはいーはいよっ青よいしょあめっちゃ綺麗にできたはいということで今回試させていただいたのがエチュードハウスのレッドブラウンになりますね新色のレッドブラウンですっごい綺麗についた眉毛描いたみたいになってるでも全然ほら取れない取れないです 同じ色してます取れない。はいということで皆さんよかったら新色アッシュブラウンとレッドブラウンが出ているので、えっと、レッドブラウンもね意外とレッドではない、まあ、私の髪が結構、まあ、赤よりだからなのかわからないんですけど意外と暗いよねブラウンよりのレッド、まあ、レッドブラウンだからちょっと明るい赤毛の人にはいいかなと思います。1> 1週間ぐらいで 取れちゃうのであれなんですけれども眉マスが面倒くさいとかっていう人にはおすすめじゃないかなと思いますぜひ皆さんやってみてください盛り上りでしたまたねバイバーイ、はい、今日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録ボタンはここら辺に置いておきますそして過去の動画はここら辺に置いておきますちゃんと染まってよかったてか超綺麗に染まったはい、エチュードハウスおすすめなので皆さんぜひ買ってみてください では、もりありでした。バイバーイ。